さんこんにちは、ゾンブラッシュの加藤です。ゴールデンウィークも、無事に終わりまして、たくさんの、お客様に来ていただきまして、どうもありがとうございました。いよいよフランスの方も、特に南フランスの方も、これからはイベントが目白押しで、カンヌ映画祭に、モナコグランプリ、全仏オープンと、話題にはほとんど欠かないんですが、それらも終わっていよいよ、7月8月と、南仏のバカンスシーズンになります。まあ、今はお客様で行くんですが、その昔、働いている頃はもう7月8月というの南仏というのは毎日が戦争のようで、朝5時6時頃から、仕事終わると1時2時頃まで、毎日、休みなく働いていた記憶があります。まあ、しばらく、行ってませんので、今年あたり、できたら、ふるさとに、ちょっと、遊びに行ってみたいなと思ってます。